ですね。ボタンがなんかね、ニュートラ書いてある。はい、うわすごいこの川ですね。この川がうわ、そこ？マジっすか？これが今の現状やけん、まあ物資も必要やけど、まず人の手、うん、そうですね、とりあえず今一番多いの。あの電気が来たところと来ないところと、はい、回ってで ある程度何個いるか今把握しに行こう、はい、あと商店街も回るけど、あ商店街も、うん、やっぱ家やってるんですか。一本入ったとで来ようときさ、はい、すごい渋滞やったやん、はいはい、あの渋滞もただの見物の人間もおるっちゃね絶対。ああいるんすかね。あの無駄に来てもらわん方がいいよね、うんうんうん、来ればボランティアとして来ればさ、はい、別に災害対策本部があるわけじゃないけど、はい、来れば絶対どっかね手伝いができるけん。そうですね、うん、体一つ来ても、うん、全然できるなりますね、うん、こんだけ入る。うわすごい、ね、これを人の手で一人でしてもどうしようもないけん、うんうんうん、これは、やば。わ、ほんとこっちまで来たんですね。川から離れとかったね。川からどんくらい離れと？かなり離れてますね。40メーターから50メーター以上離れと？はい。100メーターって言わんか？100メートル以上離れてると思う。それでも来ないよね。まだ電気来てないでしょ。来てないですね。やっぱ来てないですね。なんかちょっとこれ衝撃すぎるわ。あーなるほど。僕ら福岡なんですよ。で一応福岡の方であの発電機を結構今準備しているので、なるべくちょっと早めにあの配れるようにちょっとしますんで。また これるようにします。はい。であの持ってくときにみんなでその共有し合えるような感じで扱い願えればと思ってます。はい、よろしくお願いします。うん、扱える。そうですね、うん、水は来てますか。あ、来てます。10台じゃ足りんかもね。あ、うん、10台じゃ足りないですね。商店街の方がすごいですね。ちょっとThank you.
気が来とった。電気が来とったことは来てないとこあるからね。場所によるな。ああ、そうですね、うん。場所によりますね。うん、持ってきたときに、またある程度こう。復旧はしとうかもしれないですけど。この並びとこの並びの発電機を全部用意しよう。はい。ブレーカーごと埋まっているんですか。うん、ブレーカーが浸水した。あ、すごついてます。ああ、よかったですね。あ、じゃあ大丈夫だよ。あ、大丈夫だよ、電気ついた。これだけの人間がいっぱいおったかったら、うん、おらんかったっすね。ってことはね、はい、これ今ほら俺らが来る時もさ、はい、まあ5、6キロぐらいずっと渋滞しとったろ、はい、ほとんど見物な人間が多いよね、野人馬みたいなね。こういうのはちょっとあんまりよろしくないね。まあ見たい気持ちはわかるけどね、見たい気持ちはわかるけど、はい、ちょっとこの今のこの現状を考えた時に、ほら今まだずらーっと並んどやない、今人吉市内を見て分かったよ、はい、人が少ないじゃんまだ、うん、そのボランティアに来よう人たちがね、はい、って考えると、あのとにかく人がいっぱいいる状況で、はい、こんな無駄にね、うん、あの渋滞作られても困るじゃんね、はっきり言ってね。そうですよね、うん、これはねちょっとあのみんなもし人吉市内に行くんであれば、はい、あのどこを飛び込んでも手伝うとこはいっぱいあるけ、うん、そうだけ、あの野獣馬じゃなくてちょっとでもその体が一日でも空いたってなって、はい、で人吉を見たいって言うんであれば、はい、あの自分から飛び込んで、はい、でなんか手伝いをしてほしいよね。どこに行っても手伝えるところはある今。そうですね、うん、と思います。とりあえずあの今日はね、こういう災害があってで実情が見れたけ、はい、でどこにどういうふうにしたらいいのかある程度把握できたけ、はい、またちょっとあの来ますんで、とりあえず、今多分流れた映像があるけ、これが今人吉の、はい、実情ね、はい、本当はね、流そうかどうか迷ったんよ、まあ、この人吉の今の災害状況を、はい、言うたらほら人がしんどいやない。そうですね、でそういうところでなんかこう流そうかどうかっていうのを迷ったっちゃけど、でもなんか伝えるのもちょっとこれは義務やねって思ったし、はい、でやっぱ人が足りんっていうのも事実やし、はい、でこれを見てなんか一人でも多く心が動かされて、であ人吉にちょっとボランティアに行こうっていう人間がおったら、いつでも行ってもいい、いつ行っても
今手伝えるところはある、はいはい、だけどそういう部分でね、ちょっとみんなに心を動かされる人間は一人でも多くね、ちょっと人吉に入ってほしいなっていうふうに思います、はい、以上です。